こんにちは、加藤です。前にですね、おすすめの油絵基本色18色っていうような、タイトルの動画を上げたんですけれども、今日はその時に、個々の絵の具でなんかちゃんと説明してなかったのがありましたので、漏れていた絵の具について今日はお話していきたいと思います。前回大体こんな感じで、透明色、半透明色、そして不透明色みたいな、3段階にこう分けて説明しました。この一番上が透明色ですね。で、次のこの段が、半透明色、そして一番下が不透明色という分類でお話をしてたんですけれども、今日はですね、その時に漏れていたかなと思う、この辺からいきましょうか。まずね、カドミウム系の絵の具、はい、まずはこのカドミウムイエロー、そして、カドミウムレッド、ピント合うかな、ちょっと待ってくださいね。はい、これですね、カドミウムレッドとカドミウムイエロー、この、色に関しては、非常にバリエーションが多くて、これカドミウムイエローっていう色なんですけれども、カドミウムイエローっていうのも何種類かあります。例えばカドミウムイエローオレンジ、ディープで、ただのカドミウムイエロー、他にライトとかペールとかレモンっていう風なバリエーションの多い、カドミウム系の黄色なんですね。で、今ここでは何もついてないカドミウムイエローっていうのをセレクトしてますけれども、同じようにこのカドミウムレッドもですね、ディープとかライトとか、いろいろなバリエーションが多い絵の具です。5種類くらい、メーカーによりますけれども、だいたい5種類ずつくらいカドミウムイエローとカドミウムレッドは出してるメーカーが多いかと思います。で、この、カドミウム系の絵の具っていうのは隠蔽力というか、画面をこう覆い尽くす力が強い絵の具で、他の色と混色した時に彩度の高い発色をしてくれる絵の具なので、非常にこう画面の発色を良くする、そして強くするっていう時には欠かせない色、絵の具になります。隣にあるバーミリオン、フレンチバーミリオン、これについてもちょっとお話していきますけど、これは、ただのバーミリオンっていうのがあるんですけれども、私はあえてここでフレンチというバーミリオンを選んでいます。若干ただのバーミリオンに比べると黄色みが強いです。で、少し暗めのバーミリオンをチャイニーズバーミリオンって言って、名前を別にして区別してたりする場合もあります。メーカーによっては3種類ですね。黄色みがかったフレンチバーミリオンで、中間のバーミリオンで、ちょっと濃いめのっていうか暗いめの、オレンジというか赤色としてチャイニーズバーミリオン、そんな風にこう分けて、ネーミング販売してるメーカーもあります。で、次にですね、土系の絵の具をちょっとまとめてお話したいと思います。土系っていうのは、まあその通り土が原料なんですね。例えばイエローオーカー、ライトレッドで、ここにあるのだとバーントシェンナ、バーントアンバー、この4つについてお話していきます。それぞれね、色の違う土だと思ってください。黄色い土、赤みの強い土、そして茶色い土っていう感じなんですけど、ですね、今ここには入ってないんですが、バーントシェンナーっていう色は、実はこれローシェンナーを、焼いて、作った色がバーントシェンナーになります。まあ同じようにバーントアンバーもローアンバーという色が別にありまして、それを焼いて作ったのがバーントアンバー、ローっていうのはまだ焼く前というかね、生の状態っていう意味のローです。で、若干色味が、赤みが強かったり、どうでしょう、ちょっと黄色みが強かったりする茶色褐色なんですけれども、この辺の色は、まあ、非常にこう、よく使われる昔からある土系の絵の具なので、一通り揃えておくことをお勧めします。
ここにはないですけれども、ローシェンナ、ローアンバーっていう色も非常にこう便利で使いやすい色。そして、土系の絵の具はそんなに高くないので、揃えることをお勧めします。あとついでになんですけれども、まあ、この辺の色は、まあ、土っていうお話しましたけれども、半透明から不透明色が多いんですね、まあ、主に酸化鉄です。なので透明感の強い褐色を使いたいときには、ブラウンピンクとかイタリアンピンクっていう、透ける絵の具があるんですね。そういったのをこれプラス買い足すときにはおすすめしています。透明感の強い褐色っていう、まあ、例として2つですね、ブラウンピンクとイタリアンピンクで、最後に、黒についてお話しておきましょう。セットにはアイボリーブラック入れてるんですが、アイボリーブラックはまあ一番標準的な黒なんですけれども、乾きはそんなに早くないです。なので、乾きを早くしたいという方は、例えばピーチブラックとかランプブラックっていう色があります。そちらをお勧めします。若干色味が違うんですよね。で、どんな風に違うかっていうと、アイボリーブラックはそのブラックの中では一番温かみを感じる黒色になります。赤みというか、白と混ぜた時に温かい感じのするグレーができます。それに対してピーチブラック、ランプブラックは少し青みの強い感じになります。これは実際に混色してみて、その加減を自分の目で確かめてもらいたいんですけれども、一口に黒って言っても若干その色味に違いがあるので、慣れてきたら少し違う黒もね、使い分けてみるといいんではないでしょうか。ちなみにですけれども、名前の由来、アイボリーブラックっていうのはよくね、象牙を焼いて作ったって、まあボーンブラックっていうか骨のね、焼いた炭を使ってっていうことをよく言われますけれども、今はなんか別に象牙ではなくて動物の骨を焼いて作ってるような感じです。あとピーチブラックっていうのは、植物、まあブドウの種だったりブドウのつる茎だったりを炭にしてっていうことがよく文献に書かれてたりします。ランプブラックはその名の通りランプのすすですね。油煙木になります。まあ、日本で炭にする炭に使われている油煙木と元の原料は同じになります。はい、今日は前回というか、まあ、ちょっとだいぶ前ですけれども、油絵の具のそれぞれの特性というか、なんか違いについて漏れていた部分、のお話をしてみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。